大変お待たせいたしました。ただいまより山里亮太蒼井優結婚報告会見を始めさせていただきます。本日司会を務めさせていただきます、山里軍団の GAG の宮戸博之と申します。よろしくお願いいたします。何分不慣れな点もあるかと存じますが、どうぞよろしくお願いいたします。それでは本日の主役のお二人にご登場いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。まずは山里さんよりご挨拶お願いいたします。山里さんマイクを山里さん何年目でしょうか。大変緊張されているようですので、皆さんに、ね、伝わりやすいあの緊張という形をお伝えしているのですごいスピードで失望するのだけやめてください。本日は皆様お忙しい中お集まりいただき誠にありがとうございます。山里亮太蒼井優結婚報告会見ということで、我々山里亮太蒼井優はですね先日6月3日に、入籍させていただきました。今日は皆さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では早速ではございますが質疑応答に入らせていただきます。はじめに私から質問させていただいてもよろしいでしょうか。大丈夫ですか大丈夫ですか。今のところ一番面白いんですよ。とても大きなカメラを下敷きにされましたので絵に描いたようなすごい高校球児みたいなヘッドスタイルで見えます。それはなしじゃないですか。あのねいいです。おけがないですか。すいません。日本国民の驚きをあのコケで表現していただいたと思いますの で、ね、皆さんお怪我されなければと思います。はい、まずはお二人が知り合った経緯を教えていただけますでしょうか。はい、そうですね。まずそれをお話しする前にですね、あの今日こうやって、ね、たくさんの方々お越しいただいたのは本当に嬉しいんですけども、あのなぜこうやってあの会見という形を開かせていただいたかということをご説明したいなと思いまして、あの今のご時世ですとやっぱ SNS とかでですね、じんわりあれあいつらなんか付き合ってるらしいぞ入籍したらしいぞみたいな情報が来てですね、皆さんがその、そうなんだと思ってこうなんかいつの間にそんななんていうよりかはちゃんとですね皆さんいつも一緒にお世話になっている、マスコミの方々に正式な形でですね、お伝えしてこれからの2人を皆さんにも応援していただきたいという、意味も込めましてこういう形を取らさせていただきました。本当にお忙しい中集まりいただきまして本当にありがとうございます。本日どうぞですね、包み隠さずいろいろ伝えるつもりなのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてですね、まあ、僕ら2人が、なぜこうやってお付き合いしそして今結婚に至ったのか世の中の方々は本当に不思議だと思ってます。今日も朝からテレビ見せたらですねいろんな番組でですね、街中でレポートをしてですね、なんであんなやつが蒼井優と結婚できるんだっていうコメントばかり集めたテレビばかり見てですね、それもその通りだなと思いまして、それでまあここで伝えるんですけど、まあ、ここが一緒になったきっかけはですね、共通の知人が、我々を結びつけてくれまして、その共通の知人というのがですね、私とずっと一緒にこのお笑いの世界で戦ってきてくれた、南海キャンディーズの、しずちゃんでございまして、まあ、しずちゃんと蒼井さんはフラガールという映画で、はい、一緒になった時から、友達として、しずちゃんに付き合っていただき、そのしずちゃんが、僕のことをしずちゃんと、まあ、僕のことを紹介していただきましてそれからお食事をするようになり、そして2人でもご飯を食べるようになりいつの間にかこういう風な形になったということです。まあ、いつの間にかっていうぐらいアバウトの話じゃないんですけども緊張のあまりいつの間にかと言いましたけどもちょっとシャッターにビビってますけどもね、まあ、そういうことでお願いして
相方のしずちゃんのおかげでですね、こうやって2人が会うことができました。はい、はい、ではですね、そのお二人を引き合わせるきっかけになりました相方のしずちゃんさんにもご登場いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。え、しずちゃん違うんだよ。しずちゃん それはもうほら前の前のオリンピックの時終わったから、それもしずちゃん前お前か、わしの大事な親友を奪ったのはお前か。 なあしずちゃんが紹介してくれたというくだりどうしてくれるんだよ。あとこういう時にそんな力強く心臓を射抜くもんじゃないよ。普通はお腹とかそういう柔らかいところやってくれりゃいいのに、見てごらん、心臓落ちてた瞬間みんな引いて誰も笑ってないじゃないか。ということで、やはりこの会見にですね、我々をくっつけてくれた、しずちゃんにもいてもらった方がいいなということで、来ていただくとは聞いてたんですけど、まさかグローブをですね持参しているとは。あ、ということで、改めてじゃあしずちゃん自己紹介の方。はい、南海キャンディーズのしずです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いや、じゃあここで、あ、じゃあお座りいただいて。すごいな。いや、なんかすごいことになってるんです。ほんまにコントかなと思う。そうね、だから本当にすごいこんなことがね、起こると、まあ、もうこれもね、すべてはもうしずちゃんが引き合わせてくれたおかげですから、はい、そうなんですよ、うん、私が、まあ、ゆうちゃんが、まあ、山ちゃんのことを尊敬はしてたんですよね。なんか面白いって、はい、で、まあ、ちょっと私はボケで山ちゃんどうって言ったのに、ゆうちゃんが真に受けてしまって。で、なんかはい、そんなつもりじゃなかったんですけどね。すみません、全然受けないですね。あれしずちゃんね、これあれちょっと違う、うん、間違えた、間違えた。受けで一番俺が辛いのは、はい、今からさ、しずちゃんが俺のことをね、はい、葵さんに紹介してくれたっていう、うんうん、それに感動したって話を次用意してるわけよ、はい、その入り口が実はボケでしたって言われたら、こんなとも何も喋れないじゃない。いや、違う、ほんまのところ、ほんまのこと言うわ。じゃあしずちゃん、芸人さんが一番恥ずかしい、ほんまのこと言われたね。一番芸人界で一番恥ずかしいとされる。ボケた後の反応を見て、ごめん、ほんまのこと言うわ。いただきました、しずちゃん。ちょっとね、ほんまのことを、はい、ほんまはほんまに私ゆうちゃんのことめちゃくちゃ好きなんですよ。もうめっちゃ好きなんで。まあ、南海キャンディーズに正直取り込みたいなという気持ちでしたね。南海キャンディーズに取り込む、取り込む、トリオとしていくってこと。そうそう、まあ、それか、まあ、私がもし女優業で忙しい時に代わりに出てもらって。結構なんか芝居もできそうやし。どっから言ってんだよ、上から目線で。顔なんかおもろい顔してるし。一回だけちょっとこの子に鏡を見せる時間だけかまって。いや、まあ、でもそれで、そうそう、あ、でもなんか言ってたのが、うん、もしここが結婚するようなことがあったら、うん、もう私も家族みたいなもんだから、ゆうちゃんに面倒見てもらえるってよく言ってたよね。そうですね、ゆうちゃんにスカーフアイロンかけてもらったりとか、うん、支援してほしいなと思って。結婚をおすすめたした理由として、、うん、だいぶ弱いよそれは。お手伝いしてほしいからってことで。そうそうそう、いや、それはなんかあれじゃないの、なんかほら僕の良さに今どっかで、うん、しずちゃんも気づいて、うん、このゆうさんとね、あ、うん、葵さんと会うなと思ったからとかじゃないの。ない。終了でございます。いえ、続けさせていただいてよろしいでしょうか。すぐはね、はい、続行させていただきたいと思いますので、うん、お願いします、はい。あ、続行ですか。あ、続行させていただきます。はい、はい、それでは改めまして、マスコミの皆さんからの質疑応答を始めさせていただきます。すごい、ご質問のある方は挙手をいただき、ご質問される際には媒体名をお願いいたします。はい、それでは真ん中の方からお願いいたします。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まず何もお話になられてないので、葵さんからお話を伺いしたんですけど。そうですよね。はい。皆さんの方がね、
すごい前菜が多いなって顔したんです。葵さんが山里さんでと結婚しようと決めた最大の理由を教えてください。首ひねっちゃダメよ。今の質問に絶対首ひねっちゃダメなんですよ。ごめん、そうですね、なんかもうお付き合いさせていただく時からそう結婚を前提にというお話だったので、そういうふうに思えたのはなんかいくつかあるんですけれども、ま、一緒にいてしんどいぐらい笑わせてくれたり、あと人に対しての感動することと許せないことのラインが一緒だったり、あとなんか金銭感覚が似ている、金銭感覚が似ていることと、あと冷蔵庫をちゃんとすぐ閉めるとか。あおさん、今の出し方で冷蔵庫来たらもうできた感がすごいのよ。冷蔵庫をちゃんと閉めるで好きになってもらったら世の中で思い出してくれました。すいません。優しい。ざっくりです。なるほどですね。山里さんは、まあ、しずちゃんから紹介してもらって、はい、会うようになって、はい、どういう感じでお付き合いすることになったんですか。はい、最初は、まあ、しずちゃんと、うん、あと、ね、友達と何人かで一回飲ませていただいて、うん、そこでもう言ってもね、葵優じゃないですか、女優さんの、うん、すげえ葵優がいると思ってドキドキしたんですけども、うん、そんなドキドキが数分でもうなくなるぐらい気さくに喋ってくれて、なんて優しいんだと思って、でこんなに素敵でこんなに僕みたいなもんにも優しいで、話も合うし好きなものが一緒だったりとかで、うわすごい楽しい、ですごい楽しいってことを全力で僕に伝えてくれるんです。今の僕の時間が楽しい、うん、そうすると僕みたいなタイプは、え、俺といると楽しいってひょっとしたら僕のこと好きになってくれる可能性あるのかななんて甘い夢をその一緒にご飯食べた時に抱いたんですよ。そっから何かのタイミングでちょっとずつご飯を重ねてって、で好きかもって可能性をちょっとずつこう自分の中で上がってって、これ多分好きだよなって思った時に告白というか、もう二人でご飯に行ってもらったりとかしてました。はい、具体的にその告白の言葉を教えていただけます。はい、シンプルになんですけども、葵さんとちょっと僕と付き合ってみますっていうセリフです。このタイプが上から言うとみんなイラッとしますか。皆さんのストレスが一気にギュッと集まった感じが、おいあいつ葵優に答えを言わせようとしてるぞみたいな、いやその本当になんか、いや自信がなかったんです。やっぱりしずちゃんからも嬉しいことに、しずちゃんがずっと陰で葵さんに僕のことをお勧めしてくれてたりとか、あと葵さんが僕のことをどうよく言ってくれたかとかをずっと言ってくれてたんですよ。ゆうちゃんがこのテレビ見てこの時の山ちゃんよかったよって言ってたよとか、あの言い方はひょっとしたら好きの方かもよっていうのをずっと言ってくれてたから、ちょっと自信が少しついてきて、で聞く機会あった時に付き合ってみますっていうふうに言いました。その時点でも結婚前提ということを。そうです、僕はもう一緒にずっと2人で飲ませてもらったりとか合格する前から、僕一生で多分こんなに会う人は、そんなに素敵でこんなに会う人はもう出てこないと思ったので、この告白をして、そして僕はもうその時にちゃんと結婚の意思を伝えようと思ってました。うん、葵さんはそれで何とおっしゃったんですか。はいって言いました。そうなんです、付き合ってみますって言ったらはいって言ったんです。嬉しかったでしょう。めちゃくちゃ嬉しかったです。いや本当に夢かと思いました。いやだって、じゃあ結婚、じゃあその範囲の後に夢かと思ったけれども、はい、結婚っていうことをその場で言ったんですか。その場、
その日中になんかそういうことを考えていますって言われました、はい、葵さんのお答えは？なんて答えたっけ？前向きでしたよ、絶対前向きでした。僕が大丈夫ですか、はい、大丈夫ですか？まさかだけど俺じゃなかった。いやなんかここ来て違うって言った？すいません、こんなに多くの方に囲まれて取材を受けるのが初めてで、今頭が真っ白なんです。そうなんですよ、僕もそうでございまして、でも付き合った時に、小前さんね、はい、付き合った時に僕こうやって付き合っていただいてありがとうございました、付き合いますか、付き合ってみますか、入っていただいて、で僕正直結婚を念頭に置いておりますということを言って、その時には私もというふうに言ってくれました、はい、そうでした。そうですか。よかったです、分かって。結構大事な言葉です。で緊張しちゃったんですもんね。すいません。それがいつですか？それは4月 の, 真ん中ぐらい、中旬、4月の頭です。頭の頃ですね。2人とも結構覚えてないかったりするんですね。いや、そんなことないです。めちゃくちゃ覚えてます。いやちょっと ボクシングやりすぎちゃう。そっちだよ。忘れ、うん、打たれすぎちゃう。打たれ、そっち、こっちのセリフだよ。あとなんでずっとグローブ置いたんだよ。いや引退したんで、これ引退会見。どんだけ時間置いて引退会見。引退会見、二部構成で今から引退会見しないよ。でもその報告はじゃあ結婚も2人でしようねってことになって、はい、しずちゃんにはいつ報告したんですか？これはね、しずちゃんには結構そうなんです、結構後っていうか、まあ、1週間ぐらい前かな。え、そうです、はい、そうなんですよ。だから私はまだこうそのことを知らなかったんで、2人にこう こんなん言ってたよ、こんなん言ってたよみたいな言ってたら、2人はもう知ってこう一緒にいたりして、めっちゃ恥ずいなっていうか。いや、そんな悪いです。いやでもね、ありがたいなっていう、その例えばね、山ちゃんは今日仕事この時間に終わるから、この時間に誘ったら山ちゃんご飯食べれるかもよっていうのを葵さんに送ってくれたりとかしてたんですよ、陰でずっと。全部山ちゃん今日誕生日やでって来たりとか、はい、してました。4月に、はい、その時に2人でそのメール見て笑っと笑ってんの。そういう言い方ない、こいつこんなん言うとろ、何も知らんと。違う違う、本当にその時葵さん本当にもう罪悪感があると。申し訳ないと、うんうん、ただ本当に言ってもね、葵さんですし、そのこの情報がほら、まあそうね、ふわっと世の中に出てしまったら、うん、変な形でやっぱりこうやって皆さんにちゃんと正々堂々とお伝えしたかったっていうのもあるので、うん、本当に多分しずちゃんは1週間前ぐらいですけども、ほとんど誰も、うんうん、しずちゃんでそれぐらいってことでって考えていただけたら嬉しいんですけど、ほとんど誰にも言ってないです。肉親にも言ってなかったんで、はい、そこはどうしてもこうやっぱり大切にさせていただきたいということで、2人ともそこは、はい、繊細に伝える人とかはほとんど言ってなかったです。はい、すいません、おめでとうございます。ありがとうございます。そうしますと、両家にご挨拶とかその辺はもうすでにちゃんとお済みになっているわけですよね。はい、はい、で葵さん、山田さんを紹介された時にはどういう、葵さんのご両親に僕を紹介してくださった時、はい、シチュエーションのやつがどういうシチュエーションかって、はい、私の自宅で会っていただいたんですけど、泣いてくれてました。すごく喜んでくれて、うん、なんかたくさん心配かけて生きてきたので、心の底から嬉しかったです。緊張されましたか？めちゃくちゃ緊張しました。あんなに緊張するもんなんですね。やっぱ王道のセリフあるじゃないですか。娘さんを僕にくださいっていう、はい、でもくださいって言ったら偉そうかなとか、だから結婚を許してくださいって言ったらいいですかっていうのをずっと悩んで、でもちょうどお父さんもものすごい緊張してくださっててね、あんなに
舞い上がってる父を初めて見ました、はい、で本当はこうすごい素敵なお父さんで、あの本当は緊張してる、緊張感を出して僕にあの言ってもあのセリフ娘さんを僕にくださいっていうのを言ってもらうって場所を作りたかったらしいんですけど、僕が玄関に迎えに行ってしまって、玄関ですごくご陽気に入ってきちゃって緊張感作れなかったらしいんです。でそこからあ緊張感作れなかったなって心の声を完全に声出しながら歩いててですね、でどうしようめっちゃ緊張感作ろうとしてると思いながら座ってですね、であの少し談笑をしてね、であのゆうさんが昔こんな子だったんだよとかってお父さんとお母さんで喋ってくださって、その後にあの僕から、あのご挨拶が遅くなりましたけども、一生かけて、ゆうさんのことを幸せにしますので、どうか僕たちの結婚を許してくれませんかというふうに、頭を下げさせていただきましたらば、こちらこそありがとうというふうに、僕の肩をこう抱いてくれまして、でそれではなんかこうみんなでちょっとね涙ぐんでっていうのがあって、でその後にですね、あのお父さんがあのもういくつかパターン用意したからそれ全部やらせてくれって、はい、何パターン、何パターンあったんですかね、あと2パターン、はい、じゃあ山里くんいいかいって言われて、もう一回言ってくれ、はい、もう一回言ってくれって言って、あのお父さん娘さんを僕にくださいって言ったら、どこの馬の骨かわからないやつに娘はやれんって言った後にありがとう次ねって言って一人娘なので、はい、父の夢がそこでしか叶えられない、ね、はい、で、ね、お父さんすごい真面目に、山里くんもう一パターンは一回断るけど、これは味わいたいだけの断りだから気にしないでもう一回食い下がってくれるかいって言われて、はい分かりましたって言って、隣でずっとお母さんが僕の方を見ながらごめんなさいごめんなさいって言う、であのお父さんと、まずお父さんで、あ今ので思い出したって、ちょっと山里くんもう一回お父さんもらって、お父さん君にお父さんなんて言われる筋合いはない、失礼しました娘さんを僕にくださいって言ったら、手塩に育てて来た娘を、手塩にかけて育てた娘を貴様みたいなやつにやるわけないだろうな母さんって言って、殴ろうとするんだ、殴るからこれほらお母さん止めて、お母さん止めてって言って、そしたらお母さんがもういいから止めないと当たっちゃうから山里さんにっつって、でそこで優が、全力でやめてと叫ぶって言われて、あのお父さんが全部演出をしてですねで、僕もあの娘さんをくださいに、3パターンあるのとリハーサルがあるのを知らなくてですね、それをあの3つやって、お父さんが ありがとう楽しかったとおっしゃってました。すごくいいご両親で、めっちゃ面白いお父さん、そうなの、めっちゃ面白いよ。山田さんすいません、すごくいいお話を伺った後に申し訳ないんですけれども、吉本では葵さんブサイクランキング殿堂入りぐらいの方なんですけれども、はいはい、その結婚はね、ゆうさんね、外見ではないっていうか、でもそういう方だと思うんですけれども、なんかちょっとオブラート薄いなでもいいですよ、あのもう僕ね、こうなったらそうなると思ってたんで、直球でもいいですよ、これでいいのってことですね。そうです、そうなんだゆうちゃん、そう、ねまあ、ありがたくて美女と野獣なんて言ってくださる方もいてね、いいんですかねこれで。あの眼鏡を変えるとかっこよくなったりするなんかあるんだよ、あゆうちゃんが目悪いから眼鏡変えたら、あの葵さんの眼鏡をとがったやつ変えるとかっこよく見えるじゃないのよ、ぼやってしてかっこよく見えるじゃなくて、うん、俺が眼鏡を変えると別パターンを見ると、そう、もうパンティ泥棒みたいな顔してる俺のことパンティ泥棒って言うとね、加藤浩次知っちゃダメだいや、ゆうさんもう一つすいません、恋多き女優というふうにね、私たちは思ってこう、はい、いろいろと取材をさせていただきましたけれども、その方が選んだ人が山里さんっていうところで、やっぱり一番の決め手っていうのは一つ挙げるとしたら何でしょうか。私を好きになってくれる
男気です。ありがとうございます。好きになるのってそんな覚悟必要な人だったっけ？あ、なんか、一方的に私が好きになったとしても、なんかもう言っていただかないとこう前に進めないので、なんかこうね、いろいろあれですけど、あの、まあ、それでもいいって言ってくださって本当にありがたいですし、あともう一つは、私はとても山里さんのお父様とお母様、私にとって今義理の父と母になってくださったお二方のことがすごく好きで、なんか山里家の一員になれるっていうことに、なんかもう一つなんかこう心強さというか、なんか、あ、結婚ってこういうことなんだって思いました。あの、先ほどからとても笑いの絶えないということで、まだ見てる方がまだドッキリじゃないかと思っている方もいるぐらいな感じがするんですね、はい、というのは、はい、葵さんは今指輪は、結婚指輪というのはいただいたんでしょうか？お断りしました。それはどうしてですか？指をいただくことですよ、はい、結婚をではないですね、ここまでは本当。今猛スピードで婚約破棄の空気出ましたもんね。葵さん、ちょっと言葉を。違います、あの、はい、こう買ってくださるって言ったんですけど、はい、でも私、そういうもので大切なものって絶対なくすんです。だからそれ全然年内になくす自信があったので全くいらない自信があって、そうです、なのでっていうのと、まあ、もしそれだとしたら、またなんかもう何かを一緒に経験することに使ってほしいかなと思って、はい。その計画プランっていうのはあるんですか、2人で何かを？そうですね、なんかあの、これから、まあ、こうやって皆さんにあのお伝えできたというのは、まあ、もう一つに、あの、多分2人で外を歩く姿も、もう皆さんがこう微笑ましく応援してくださってると、あの、これで思えるので、あの、旅行とかに行く、そしていろんな経験を2人でする、その経験の数々がその婚約指輪よりかは欲しいと言ってくださって、あの、それで今回は、あ、まあ、いらないと言われたんですけども、そういうことで、あ、じゃあと、あの、婚約指輪、相当すごい婚約指輪を買う、だってね、こんな素敵なことだし、来たったんで、それを全部使い切る旅行プランを立ててですね、行こうかなと思ってます、はい、いくらぐらいですか？掘るね、いくらぐらいでしょう、大体、あの、婚約指輪、給料3ヶ月分とかっていうんですか、はい、まあ、給料3ヶ月分って言うんですかって言った後に金額を言うと俺の月収がバレるという。何億？バカ言うんじゃない、同じ会社にいるから知ってるでしょうよ、うちの搾取っぷりを。まあでもねえ、そら高知に行きたいって言ってた。高知に行きたい、確かに、はい、高知がすごく好きなの、はい、あの、はい、ですから高知のだから往復もう J クラスとかも使いますし全然、はい、プラス1000円で。なるほど、はい、あの、 ここなんですよね、こういう時に例えば、ね、僕なんか一応芸能の仕事やらせてもらってて、ね、お仕事いただいてるんで稼がせてもらってるんです、だからもう指輪とかも高いのを買うとか言えるはずなんですけど、もったいないっていうんです、すぐ。それがさっき金銭感覚が似てるって言ってくれたところで、はいはい、多分本当に今みたいにじゃあ山里が好きなとこに行って楽しいっていう時間をくださいっていう子なんで、はい、なので多分何百万とかっていう話だなと思うんです。下世話で失礼いたしました。そんなことないです、あの散々下世話で食ってきた人間が逆にすいません。ありがとうございます、はい、あ、おめでとうございます。 ありがとうございます。ところで2人は今なんてどういうふうに呼び合ってるんですか？はあ、言われました、はい、2人でいるときちょっと呼び合ってもらいます。ちょっとね、いや、あの、本当に皆さんの前だけだったんですけどね、あ、なんていうんですかね、あの、お母さんに見られてるみたいな感じが、いや、だってくずちゃん、いや、違う、ここの呼び方じゃないんだよ。
だとクズちゃんって呼んでんのかおい山ちゃんで攻めてそこは、でそのね、なんかね、呼び方ですか、はい、お願いします。あ、私からいきますか、はい、私はもう生意気にもユウと呼んでます。おおおお、呼び捨てですか。はい、はい、あのユウと呼んでます。あ、ユウさんはリョウタって呼んでます。あの僕が呼び捨てって呼んでるって分かった時の、はい、薄ら笑いはどういうことですか。いや、これはあの本当に僕女子のことを、女子っていうのはあれですけど、あの下の名前で呼び捨てるってことができなかったんです、ずっと。で、あの最初にお付き合いさせてもらった時にね、あのなんて呼び合うかっていう会議が一回開かれた時に、僕はやっぱさん付け、しかも名字の方ね、でなるって言ったら、いやそれはちょっとね寂しいんじゃないかって話になって、でしばらくはあの呼び捨てをする練習をさせていただきまして、はい、リハビリ期間があって、今の良かったってなったんで、そこから U になりました。じゃあ今はスムーズに呼び捨てに、今スムーズに呼び捨てにしてますね。あ、ねえ U U ね、U 言っちゃいなよ、U さんどうですか。言っちゃいなよ、ちょっともう一回スムーズに、あのすいません、ちょっとねこの会見で僕の株価が下がり始めてです。いや、まあ、そう、あのあんま言わないんでね、人前で聞いてこないでしょ、俺のこと言ってるの。リョータやめてくれよ。それは化け物が初めて人間と友達になった時の言い方だよ。リョータ、あのね、友達ってでしょね。というのは、あの蒼井優さんは芸能界一のモテ女優ってずっと言われていて、もちろんファンの方もそうなんですが、芸能界の男性でも俳優さんものすごくファンの方が多いって伺ってるんですけど、はいはい、その女優さんを独り占めにしちゃったわけですよね。はい、はい、何かファンの人たちに、芸能界の人たちもなんかフェイクニュースじゃないかって今日もう大騒ぎだったんですけど、はい、メッセージありますか。そうですね、やっぱりあの、はい、ありがたいことにネット上ですごく僕らの名前が話題になって、まあ山里、ね、葵、そしてアンジュルム、ね、2人をつないだあのアイドルグループがいまして、でその名前が、ね、すごいバーって世界になって、で、山里、青井優で一番気になったのはその下にエイプリルフールっていうのが、ね、入ってるんですよ。嘘じゃないかみたいな、それぐらいね、みんな信じられないことだと思うんですけど、あのどうなんですかね、あの分かんないんです、そのどんなにいろんな人に好かれてる、もちろん好かれてると思うんです、めちゃくちゃあの好きだと思った方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、そうですね、なんか、まあ、その方々があの好きだっていうぐらいまでこう気持ちを高めるスピードが僕よりちょっと遅かっただけだと思うんで、あの僕はあのすごいスピードであの告白してもいいと思うぐらいすごい好きだなと思う気持ちが高かったんで、あの世の中の狙ってた方々、あの申し訳ないと、あのちょっと一回鏡で顔見ていきましょうか、私みんなのクスクスが多くなってきたんですけど、なんかでもそうです、なんかあのよくやっぱ心配されますよね、やっぱ皆さんがさっきから出てる単語もあるじゃないですか、そういうのでみんな心配するんですけど、一切心配してないです、あのそれは多分皆さんの目の前にいる葵さんのと違う葵さんを僕は見せていただいてると思うんで、本当に純粋であの楽しい時には笑って、あの美味しいもの食べたい時は本当コロコロ笑って、泣きたい時すごい泣くっていう、なんかみんなが思い描くのってちょっとなんか違うでしょ、あの魔性って単語使ってるけど、僕はそんな人間じゃないっていうのを一緒にいてずっと見てたんで、あの皆さんが思うその魔性から発生する心配っていうのは一切ございません、はい、じゃあお互いに浮気の心配とかはないんですか。これは、まあ、僕はないです、はい、ないです。あ、ちょっと早いかな、ないのが。ごめんなさい、あと一つごめんなさい、今年の1月の、山ちゃんのインタビューで、はい、あの葵優さんが俺のことリスペクトしてるみたいなんだよね、これからアプローチしたいとか、はい、葵良太になるかもしれないっていうとっても意味深なことをおっしゃってるんですけど、はい、あの時っていうのはあのなんか予感とか自信とか何、はい、かあったんですか。あの時はしずちゃんがめっちゃ僕にそれ言ってたんです、はい、あ、ね、言ってたっけ。ちょっとごめんなさい、打たれすぎちゃってて、あのあリスペクトしてるということを言ってました。そうそう、言ってくれてたんです、はい、それを聞いてです。でやっぱリスペクトして、そうやって言ってるうちは多分ありえへんと思ってボケとして多分言ってたんですよね。その分析やめて、恥ずかしいから。でも正直そうですね、あの目覚ましさんで
その言った時にそれはもうありえないと思ってたんで、蒼井優さんが僕と付き合ってくるんで、しずちゃんともねそんな 話にはなるけど、うん、なそんなんだったらおもろいなって笑いながら言ってたぐらいだったんで、うん、全くそれは予感とか手応えとかじゃなくて普通にもうあの恥ずかしい説明しますけどもボケですでも実現しました。いや実現した。だからあの時の画像とかをツイッター上に上げてくださってる方とかがね見ててねおーと思います、はいはい、ありがとうございました。あのネット上ではさまざまな反応あるというふうに先ほどおっしゃってましたけれども、あの大変素敵なカップル誕生という感じが、あの時間が経ってようやくしてきまして、 ありがとうございます、山里さん、こうなんか男っぷりが今日分かったような感じがしますね。 ありがとうございます、であのモテない芸人の方たくさんいらっしゃって、はい、ツイッターなんかでクロちゃんもあのずるいという反応をされてますけれども、はい、そういったモテない芸人の皆さんには今どんなコメントが、これはもう本当にしずちゃんが僕がしずちゃんに報告したときに言ってくれたセリフが、あの僕はそれで一番の答えになると思うんですけど、しずちゃんとあの蒼井さんと結婚することにしたんだってときにしずちゃんが言った言葉が、真面目に頑張ってればいいことってあんねんなって言ってくれたんです。もうそれです。あのこの世界で戦っていくってなって、真面目に頑張ってたらこんないいことあるんだと、不細工だって言われていろんな人に気持ち悪いとか嫌われたりとか炎上だとかいろいろあったけど、そんな世界のことをすごい大好きで一生懸命頑張って真面目に生きてたら、こんなご褒美って言い方したら失礼かもしれないですけど、こんな素敵なゴールを一個用意していただけるんだ、それはだからみんな僕みたいなタイプの僕みたいな戦い方してる芸人さんの希望におこがましくなれたかなと、それぐらいの自信はあります。あの蒼井さんと付き合ったってことは。であとあのクロちゃんがずるいというのは、クロちゃんは僕とは土俵が違うので全然違いますあのこれまでビジネスでモテないキャラだったわけではないですよね。ではないです。あのよく今回あの皆さんが言っていただくのは、あのビジネスひもてモテないじゃないかと言いますけども、僕蒼井さんが僕のことを好きになっていただいただけで、そこまでモテモテだったわけじゃないんで、一回こんな素敵な人に好きと言ってもらっただけで、ここまで僕が生きてきた何年かがモテてたって裏返るってことないと思うんです。モテてない事実はずっとあって、そんなモテてない僕を好きになってくれたっていう人がいただけで、あのですのでこれからも別になんかこうチャラチャラモテてる人に対して怒りを持たないかって言ったら、怒りは持つと思いますし、あのうん、なんかふざけんなよって怒りは持ってると思います。はい、今持たれてるんですかね。あ、でも持たれて、あ、持たれてる、まあ、でもそうですね、持っていただけるのも光栄ですし、僕はもうそこら辺でずっと戦い続けていきたいなと思います。はい、TBS アナウンサー高野です。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。交際から2ヶ月ということなんですが、はい、2人は今同居なさってるんですか。同居ではないですね。あの、うん、新聞記事書いてあったみたいな感じですね。行き来して的な感じですか。そうです。お互いまだ自分の家が、はい、なるほど。これから少しずつ審議を決めてということなんでしょうかね。はい、はあ、まあ、2ヶ月という交際期間なんですけれども、この2ヶ月でよっぽど価値観があったからお二人はゴールインということになったと思うんですが、逆にこの2ヶ月間でお互いのここは直してほしいなっていうところ何かあったら教えてください。いや本当にあの、はい、申し訳ないんですけど、ないんですよ。もうすごいんです、はあ、あのむっちゃくちゃご飯うまいし、あと一番キュンとするのは、普通に一番キュンとするのはって言っちゃってますけど、あの付き合う前にみんなで飲んでた時に、もうある程度の時間だったらいそいそと帰る準備するんですよ。え、どうしたのって言ったら終電があって言って帰るんですよ。むちゃくちゃキュンとしません？あの本当だからね、ご一緒させてもらった時に、帰るって、あ、もう、ね、生意気に山里が、いやもうタクシー乗ったらいいじゃないって言ったら、いやまだ時間間に合うからって言ってる姿、その背中がむちゃくちゃキュンとするんですね。意外ですね。あと飯ほんとうまいです。とはいえ蒼井さんはありますよね、何か。おい待ってくれよある？いや、なんか出した方がいいんだろうなと思ってずっとなんかこう荒探ししてみたんですけど、正直本当になくって。ああそうなんですか。あの今生活においての主導権どちらが握ってるんでしょうか。それも生意気にも僕が握ってますね。はい、おお、これからお財布の紐というか、そちらはどちらが管理を。
そこら辺もどうなんでしょう。あ、でもすごいしっかりしてるので、あのお買い物とかもスーパーも安いところに行くとか、だから多分任せした方がいいのかなと思いながら。そうなんですね、はい、あの今回のこの会見前にですね、はい、まあ、お二人のご友人著名人誰かに報告ってありました？はい、あ、報告ですか。はい、あの結構先輩方とかには、はい、報告、名前挙げられる範囲でいいのでちょっとお聞かせ願えれば。そしてどんな、喜びの声をいただいたのか。さんまさんにお伝えしたら、分かった、ほな家行くわっておっしゃってました。はい、なるほど。蒼井さんどうでしょう。私、山田洋次監督に、はい、あのこう直接お会いするタイミングがなかったので、お手紙を書かせていただいたんですけど、あの変なんだろう、どういう反応っていう話とはちょっとずれてしまうんですけど、はい、本当に緊張して、あの便箋の、はい、全部使い切りました。はあ、なんか遂行しすぎてね、あのちゃんとあのこう清書しようと思ってもどっかで緊張してしまって、なんかこうグニュンってなっちゃって、ああダメだって言って何回も。あの山田洋次監督に、あの山ちゃんがアカデミー賞めちゃくちゃ怒られた。やめてくれる。それ今出さなくていいじゃない。それ大丈夫かな。それ山ちゃん、それしょうがない、俺が全部悪いんだから。あれは山田洋次監督に全く同じ質問3回しちゃったんだから。それ怒るよ。はい、そして月並みですけど、どういった過程を築いていきたいのかお聞かせください。あの本当に楽しいんです。あの、ま、好きなものを一緒に見て笑って、で喜怒哀楽をすごく、まあ、どうはないですけど、本当にずっと楽しんでこの生活を、あの笑ってる姿が素晴らしいので、ずっと笑ってられるように僕も頑張っていきたいなと、あのこの世界にいさせていただいて、ずっとこう面白いねって褒めてもらえるような、そういう人間になって、ずっと家帰っても笑わせられたらなって思ってます。はい、すみません、おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。先ほどね、ご飯が美味しいってお話がありましたけれども、はい、具体的にどういうものを作っていただいたりっていうのがあったんですかね。いや、あのグリーンカレー。グリーンカレー。カレーじゃなくグリーンカレーです。何かその特徴的な食材が入ってるとかあったんですか。いや、まずカレーというジャンルの中で一発目でグリーンに行くトリッキーさ。そしてココナッツミルクの使い方のうまさ、あれは度肝抜かれましたね。これとおっしゃってますけど、蒼井優さんとしたら何かその意識されたポイントとかはあったんですか。牛乳を足してます。牛乳、はい、あのこれだけいる記者様がついに筆が動かないという事件が起きました。いや、本当、あとあのエビとかを使った料理の時はですね、すごいスピードで背わたを抜かれるんです。その姿とか見るとグッときますよね。なんかね、背わたを抜くんです。でエビチリを作っていただいたりとか、あのいいです、あのすごくかっこいいんですけど、何を食べるかという話の時にジャンルから聞いていただけるんです。は要中気分をって言って、でその言ったら中だったらエビチリが候補に出てきたりとかしてくれるんです、っていうのがすっごい幸せです。ごめんな、全然思んないな。なんなん今の全然おもんないやん。いや難しいのよ。もうちょっと おもろく喋る人ちゃうかったっけ。ちょっと今日に関しては今のはやばいね。確かに今聞いてくれたインタビュアーの方とも結構仲良くライブとかやってるのに、こんなに響かないかって顔してんだよ。申し訳ない。確かに思っていた世界と全然違う世界がね、今広がってますんで、ね、はい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんね、なんか俺のせいで滑らしちゃった。滑ってない。あとすみません、ちょっとさっきね、しずちゃんちょっとあの目涙くんでるようにも見えたんですけれども、なんかそういう今思い起こされることみたいなのが終わりだったりしたんですかね。いやちょっと身にゴミが入っちゃって
古いタイプなかなか古いタイプのごまかし方、隠れてる時にニャーってと一緒だよそれ。いやまあ、でもやっぱりこんなあの クズをよくぞあのこんな素敵なゆうちゃんがもらってくれたなと。いや嬉しいですね。それは一応ね勧めてはくれてたんですけど、あとやっぱ山ちゃんはもうなんか調子乗る、すぐなんか調子乗ってこう天狗になりがちなんですけど、まあ、この間聞いたんですけど、なんかそういうところもゆうちゃんはちょっとなんか叱ってくれるというか注意してくれるとって言ってたんですよ。山ちゃんも今叱る人ってあんまりいなくなってきてる気がするんですけど、そこをちゃんとこういう時はこういう態度取ったらあかん、そこをちゃんとスタッフさんにもうちょっとちゃんと対応したら美味しいご飯作ってあげるよって言ったりとかしてるっていうのを聞いて、素晴らしい人やなと。本当にこのなんかダメなところを叱ってくれる存在をこう見つけて、それ良かったなと思いますね。日本テレビジップです。ご結婚おめでとうございます。ありがとうございます。あの一時世界のツイッターのトレンドで1位が山里さん、はい、そして2位が葵さんになりましたけれども、はい、山里さんこの世界1位に立った気分というのを教えていただけますか。そうですね、まあ、初めてなんですけども、もう月並みですけどもね、世界で山ちゃんが1位になるというのはやっぱ一瞬手羽先感が出ちゃうんですけども、あのそうですね、あのやっぱ嬉しいです。そんだけ興味持っていただいたりとか、あのやっぱ海外の方とかがね、あの気にしてくださってるっていうのも、いろんな番組をやってまして、あのネットフリックスとかの番組で世界の方にこう結構気にしていただいたりとか、その方々もこう気にして喋ってくれたみたいで嬉しいですね、はい。例えるならどんな気分ですか。例えるなら世界を取った話ですよね。ちょっとね、それ書面で一回事務所に送ってもらっていいですか。ちょっと大喜利としてはなかなか。例えるなら世界で1位になった気持ちですか。はい、世界一になった気持ちは、まあそうですね、ちょっともうちょっと待って後でいきますね。すいません。ではあの葵さんにお伺いします、はい、このブサイクキャラで人気だったという山里さんですけれども、山里さんのここの顔のパーツが好きというところはありますか。あの変なとこからヒゲが生えて、変なところからヒゲが、どちらから生えてますか。なんかこの辺に生えてたりとか。そこがお好き。ちょっとね、あのわがままの猛攻に助けられましたねこれは。これ肛門やんね。違いますよ。だとしたら器用に平行いてるんだろ今。いい加減にしろよ、この場で出る単語じゃないぞ社長それは。そのちょっと変わったところからのヒゲを発見した時ってどんな気分ですか。どうしちゃったんだろうって。どうしちゃったんだろう。違います、間違えました。間違えたの。なんだろうな、一生懸命探してんね。その沈黙はもうないになっちゃうよ。すいません、そうですね、鼻が高いかな。鼻が高いです。ちょっとすいませんね、久しぶりの千葉吉兆感が出ちゃいましたけど。すいません。そうだね。こうして晴れてご家族になったわけですけれども、お子さんを作る計画とかはもう考えられてますか。さあもう本当にあの月並みですが、授かり物ということでございましてですね、あのもしね来ていただけるんだったら嬉しいなということは思っております。何人くらいの家族とかの想像は。何人でしょう。そんなもうあの来ていただけるだけでありがたいという感じでございますけどね、まあ、ちょっとすいません、あの葵さん、アイドルのですねアンジュルム大好きじゃないですか、はい、よくあの芸能人の結婚って何々婚ってよくありますけど、はい、アンジュできればアンジュルムのですね、曲名とか、歌詞で何々婚ってちょっと言ってもらえないですかね。でもなんかあのその界隈のお友達たちからアンジュルム婚って言われてるって言われてとても光栄です。それは山里さんももう認めてるというか。あ、そうですね、
まあ、SNS 等でですね、まあ、僕はアイドルのことをよくテレビで言うということを、まあ、キャラクターがありますんで、蒼井優がアンジュルムを産む、アンジュルムが人気になるために山里に体を預けたというですね、そのためじゃないかって流れたぐらいですけども、でもどうでしょう、でもアンジュルム婚、まあね、アンジュルム共通の趣味でありますんで、アンジュルム婚と言っていただいてもいいんですかね、どうでしょうか。今ふと思ったんです、ちょっと燃えやすいかなと、他のアイドルの方のファンの方から燃えやすいかなっていうのでビビっておりますけども、再来週ですね、はい、武道館コンサートありますけど、はい、お二人で行かれるとかそういうのどうですか。あ、 6.18、はい、お二人でというか、まあ、もう本当にアンジュルムさんに関してはすごい真摯に本とかも最近編集長やって出されたりとかしてて、すごいこうあんまりこうデートでとかそういうのではなく、心からアンジュルムのメンバーの頑張ってる姿を応援したいという方なので、多分一緒にとかはないかもしれないです。同じ空間にはもし入れたとしても多分自分のタイミングで応援してるんじゃないですかね。そうですね、もう完璧に自分の世界で応援するので、はい、わかりました、はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。すいません、はい、いいですか、申し訳ないです、はい、リポーターの菊池です、はい、よろしくお願いします。あ、はい、すいません、リポーターの菊池です。今まで芸能人の方が熱愛だったり結婚だったり報道されるたび、山里さんは妬み、そねみの数々を言われてきたと思うんですけれども、はい、実際に自分が女優蒼井優を妻にしたっていうのは今のお気持ちというのはどうでしょうか。あ、そうですね、本当に、なんて運がいいんだろうというか、ありがたいっていう言葉しかないんですけれども、ですので自分が今まで妬みそねみをしてきたのにそれはないんじゃないっていう感じでは自分のことは思ってないです、はい、引き続き人のことも妬むしそねむと思います、はい、引き続きですか。はい、それは僕よく言われるんですけれども、こうやって結婚することによってモテなかった人間が結婚して変わってしまうんじゃないかっていうふうなことを言われるんですけども、変わらないと思うんですよ。僕がバーって噛みついてるのは、なんていうんですかね、こう器の小ささから来るものなので、状況が変わったとて器は小さいんでイライラはすると思うんですよ。なのでこれから先熱愛が何か出てその人に対して、あ、分かるよその気持ちなんてなることもないと思います、はい。先ほどお二人に、まあ、浮気の心配と言ったらお二人とも即答でしませんっていう話でしたけども、はい、もし、まあ、ゆうさんに お伺いしますが、もし山里さんが浮気をしたらどうしますか。DDT さんにお願いして、プロレス山里さんがお好きなにお願いして、その単語は言わない方がいいですね、爆破されるんです。懲らしめてもらいたいと思います。 DDT という団体が、はい、僕がすごい応援しているプロレス団体がいますので。じゃあプロレス技で懲らしめられる。そうですね、その DDT で僕を懲らしめる名物がありまして、それのことだと思いますけども、決してそれは蒼井優さんの口から言わせるような単語ではございません。爆破をするんです、ある箇所を、はい、DDT スペース山里スペース爆破で出てきます。あ、じゃあある場所を爆破するということ、はい、今まで3度ほど爆破されてますんで、はい、あと確認なんですが、はい、4月の出版の会見の時に私が、はい、山里さん の何かないんですかと聞かれた時にありませんって言ってましたけど、はいはい、その時はもうお付き合いされてたんですか。その時はその時でちょうどこう狭間といういい時ですね。じゃあだからこういうタイミングで世の中に出たら終わるぞっていう、その今ひょっとしたら大丈夫かもっていう時ぐらい。なんかこうリポーターさんに何か僕の情報を握ってませんかって聞かれてましたけども、はい、それは確認をしていたということで。ごめんなさい。ごめんなさい。でも全くバレずに今日まで2ヶ月間ですけども、はい、その間デートとかってどういう風にされてたんでしょうか。土手、そう土手かな、土手を一回歩きまして、土手、はい、土に手と書いて土手わかります、土手に、はい、一度ですね
ドライブの方にちょっとお付き合いにテンションが上がってドライブがしたいって言ってまあ、ドライブがしたいって言ってる僕が車の免許を持ってないんで、はい、必然的に運転は葵さんなんですけども、助手席に乗せていただいて、でどこ行きましょうかってなって土手が歩いてみたいと南城で、ま、それで歩いてみようということでいい土手を見つけてたんでね。土手を歩いてみようとは言ってない。何だっけ、なんかドライブしててなんとなくこういい感じのそうだ、なんか散歩したいねって話、あ、そう、散歩したいねって言っていい感じの土手があったからその土手に行ったんです。すいません、土手が土手検索で行ってないです検索に土手入れてないね。そうです、検索は散歩で入れたらそこが土手だっただけです。ごめんなさい。じゃ土手デートで愛を育まれたということで、はい、いやそれね本当に歩いたんです。それはもちろん手なんかつながらなくてできないですけども、歩いた時にちょっと老夫婦感が急に出たんですよね。なんかね、なんかお互い緊張しすぎて、はい、近づけなくて双方こう後ろでに、はい、手が握れなかったもんで二人とも緊張してしまって二人ともが後ろに両手を組んでですね歩いてたんで、おじいちゃんとおばあちゃんの散歩みたいな、それが多分初デート で、そこから先はもうそんなにお会いはできなくて、やっぱりその、ね、皆さんにまず発表する前にそんなもううろ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 するのもね不誠実だと思いまして、それはしてないです。はい、はい、ありがとうございました、では大変申し訳ございませんが、時間も押し迫っておりますので、質疑応答は以上とさせていただきまして、フォトセッションに移らさせていただきたいと思います。今回フォトセッションは2パターン行わせていただきます。まずは山里さん、葵さん、しずちゃんさんの3人で行いますので、皆さんご準備のほどよろしくお願いいたします。本当にトリオ結成のお写真みたいになっておりますけども、この写真皆さんどんなモチベーションで撮ってらっしゃるんですか。じゃあすいません、センターで、はい、すいません皆さん、少しコップを、笑わせていただきますので少々お待ちいただけますでしょうか。グローブはどうされますか。グローブ、グローブなしで皆さんよろしいでしょうか。それでは改めまして、じゃあ真ん中の方からよろしくお願いいたします。ちょっと山本さんとちょっと内向きになるから、はい、そうですね、でもう少しこう寄っていただいて、はい、ありがとうございます。じゃあすいません、こちらです。はい、すいません、センター、はい、すいません、センターお願いします。はい、そうです、はい、笑顔で、はい、そうですよ、はい、はい、はい、そうしましたら下手からいきましょうか。では皆さん、向かって右の皆さんにお願いいたします。山里さんダントツで緊張されておりますので、もう少しにこやかな笑顔でお願いいたします。はい、目線の指示ございましたらお願いいたします。はい、ありがとうございます。では続いて、あ、はい、はい、わかりました。はい、そして皆さんご支持のほどお願いいたします。はい、では、お三人方向かって左側の方にお願いいたします。はい、そしてこちらから、順にセンターの方へとお願いいたします。
では続きまして、ムービンの皆さんにおあすみません、では最後にそちらでお願いいたします。はい、ありがとうございます。では、広報ムービーの皆様に移らさせていただき、ま、はい、少々お待ちください。あ、最後センターにお願いいたします。ありがとうございました。お待たせいたしました。それでは広報ムービーの皆様お願いいたしますので、正面からお願いいたします。一度皆さん、カメラの皆さんはフラッシュの方を押さえていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。山里さん、はい、弊社の皆様から笑ってという指示がございますので、はい、笑ってください。はい、ではムービー、候補左側の皆様お願いいたします。少し左寄りの、上手寄りの皆様お願いいたします。後方上手寄りの皆さんに目線をお願いいたします。あ、ムービーの、はい、皆さんにお願いします。アウトデラックスのアウト軍団の皆さんが、ガキ猫とプラさん、ちょっとごめんね、待って警備体制どうなって正式な手続きを経て入られてますので、では、お三人さん、順番に、そのまま右の方へと、お願いいたします。上手から、はい、どんどん下手の方へお願いいたします。はい、あちら手を振られている皆さん、手を振られている方の方にお願いいたします。はい、それではですね、3人さんのフォトセッションはここまでとさせていただきますので、しずちゃんさんにはこちらでご退席いただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。山ちゃん、ゆうちゃん、あばよ。最後の一言どうもありがとうございました。それでは続きまして、お二人のフォトセッションに伺わせていただきますので、スチールの皆様からお願いいたします。ではまずはセンターからお願いいたします。センターからよろしいですか。じゃあ腕を組んでいただく。腕とかどうですか。はい、じゃあすいません、こちらセンターです。まずいただきます。目線の指示お願いいたします。皆さん、この人痴漢ですか。ポスターの撮影では今日ないので、はい、違いますので、おめでたいお写真ですので、ちょっとこちら目線お願いします。はい、そうです、笑顔です。はい、そうです。はい、しましたらまた下手行きましょうか。ではこちらからお願いいたします。あ、では前に出られても大丈夫ですか。あ、少しだけ壇上の前の方で、はい、では逆の方にはまた逆の、はい、はい、じゃあまずはそちらでということで、お時間ないんで移動していきます。すいません、お時間の方ございますので、山里さん、その握り方は入団会見でございますので、
それは監督とドラフト1位の方なんで、まあね、あの自然な感じで、お時間ございますのでお願いいたします。あ、すいません、ちょっとね、お時間で、じゃあ、こちら少し、センター寄りの下手センター寄りの方に目線をお願いいたします。はい、そちらの場所で、はい、目線の指示をお願いします。目線のお声掛けお願いいたします。ね、はい、では少しセンター寄りの皆様の方に目線をお願いいたします。すいません、お時間の方もございますので、はい、あ、すいません、あ、すみません、それはあのオペ前でございますので、そ、医者の方がオペ始めますなので、はい、相場とは違いますね。ではセンターの方に目線もう一度お願いいたします。あ、こちら、センター下手寄りの皆さんに、はい、お願いいたします。あ、すいません、おし、ちょっと逆の皆さんもいません、すいません、ここで、はい、ではお二人、逆の方に移動をお願いいたします。お二人上手側にご移動をお願いいたします。はい、では、まずは、お二人から見られて左手の方からお願いいたします。はい、目線の指示ございましたらお願いいたします。はい、では少し、右手の方にご移動お願いいたします。申し訳ございません、お時間都合ございますので、はい、それでは、はい、もう一度センターにお戻りいただきまして、もう一度センターの皆さんに目線をお願いいたします。はい、はい、では広報ムービーの皆様、左手の方からお願いいたします。申し訳ございません、スチールの皆様、一旦フラッシュを押さえていただけますでしょうか、ご了承ください。それではお二人、あちら、会場左手後方からまずはお願いいたします。バリエーションがなくてではお二人徐々にセンターの方に目線をお願いいたします。センター方向にお願いいたします。船を見送られているようなね、お二人がずっと手を振られておりますけども、出航を待たれているわけではございませんので、あ、皆さん申し訳ございません、フラッシュの方を押さえていただけますでしょうか、ご了承ください、お願いいたします。お互いを紹介し合うというカットを今お届けしておりますので、では、右手、少し右後方の方にお願いいたします。こちらが蒼井優さんです、こちらが山里亮太さんですというカットをいただいておりますので、はい、それではお
お二人、もう一度ムービーの皆さんのように前進いただけますでしょうか。申し訳ございません、ストロボの方は押さえていただけますでしょうか。そして、右手の方に、あ、こちらでセンターの皆さんに、申し訳ございません、センターの皆さんにお願いいたします。少しね、テーブルを外してと。では皆様ありがとうございました。ではお二人もう一度センターの方にお戻りください。以上でフォトセッションを終了させていただきます。では最後に改めましてお二人からご挨拶をお願いいたします。先ほど山里さんのどこが結婚の決め手になったかって言われた時に、一番大事なことを言うのを忘れていまして、私は山里さんの仕事に対する姿勢を本当に尊敬しています。なんで山里さんとこう生涯を共にできたらと思ったかというと、私もその基本的には怠け者なんですけど、実際こう仕事に入るとなったらとことんやってしまうんです。でなんか山里さんを見ているとなんかそれで間違ってないんだなって思わせてくれるので、とても勇気が湧きます。とはいえ私よりも山里さんの方がきっと仕事がないと生きていけない方だと思うので、これから自分がやれる限りのことは、いただいたお仕事は精一杯やりまして、できる限り亮太さんを支えたいと思います。今日はありがとうございました。本日はですね、皆さん本当にお忙しい中お集まりいただきありがとうございました。本当に僕らのためにこれだけの方々が話を聞いていただいて、そしてですね、皆さんにいつもお世話になっている皆さんにこういう形でちゃんとこういうことを報告できたことを本当に心から嬉しく思ってます。これからもですね、皆さんに育てていただいて、この最高に楽しい世界でまだ生きていけるように全力で頑張って、今ゆうさんが言ってくれたみたいに仕事に全力で打ち込んでいる姿を好きと言ってくれたゆうさんのために、その姿が一生見せられるようにですね、これからも頑張っていきますので、皆さんこれからもですねご指導ご鞭撻いただきまして、どうぞよろしくお願いいたします。本日は皆さんお集まりいただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではこちらをもちまして、山里亮太蒼井優の結婚報告記者会見を終了させていただきます。今一度お二人に盛大な拍手をお願いいたします。それではお二人ご退席お願いいたします。ありがとうございました。それでは本日はお忙しい中、山里亮太蒼井優の結婚報告記者会見にお越しいただきましてありがとうございました。司会を務めさせていただきましたのは GAG の宮戸でした。本日は皆さんお集まりいただきどうもありがとうございました。